第2試合を行います。青コーナーよりアントニオ・ロドリゴ・ノゲイラ選手の入場です。From Brazil, Antonio Rodrigo Nogueira. 昨年、微妙な判定に涙を飲んだノグエラ。選んだ道は一つ。狙うは一本。見事、腕ひしぎで田村からタップを奪い、2年連続決勝トーナメント進出を決めた。完全優勝を目論む男に、もう迷いはない。Esse ano eu quero...tentar depender de mim e não depender dos juízes. Eu vou partir para a finalização. Nogueira のこの横顔の表情、やはりいつもの Nogueira よりもその緊張感がたっぷりと表情に現れています。今ゆっくりと花道をやってまいります。実力はナンバーワンという周囲の評価、それが証明されるんでしょうか。アントニオ・ロドリゴ・ノゲイラ、今回の放送のスタッフ解説陣ですありますが、どなたも押しませんでした、このアントニオ・ロドリゴ・ノゲイラ。でも熊子さん、はい、実力は間違いなくトップクラスですよね。はい、またあのこの体格でですね、あのブラジル人の柔術の選手ですね、ザラにいないですからね。そうですよね。本当にもっと大きくなれば、世界最強の男になれる可能性を持っている秘めている男ですよね。はいはい。昨年の8月、高坂選手と戦ってもいます。その時、高坂の力は強かったと振り返りました、アントニオ・ロドリゴ・ノゲイラ。今回はボルクハンと対戦いたします。さあ、素足で今回は戦います。準々決勝、アントニオ・ロドリゴ・ノゲイラです。赤コーナーよりボルクハン選手の入場です。コマンド散歩の逆襲、Rings Russia, Volk Han。 引退をかけて挑んだ初の KOK トーナメント、年齢を感じさせない戦いで 1,2 回戦突破。数々の栄光を手にしてきたサンビストが格闘技人生をかけてブラジリアン柔術狩りに出る。ブラジルは для меня очень как принципиальная эта схватка。アントニオ・ロドリゴ・ノグエラ。この春で40歳になりますボルクハン。しかしその気持ちだけは全く衰えを知りません。1回戦ハスデル、2回戦ホクマン、順調に倒しまして、この決勝トーナメントに駒を進めてまいりました。変身を遂げましたコマンドマジシャン、初めてのトーナメント参加で頂を取ることができるんでしょうか。ボルクハン、さあ発進です。まさにこのリングスタイルで一番の変身を遂げたのはこの人かもしれませんね。そうですね、まあ、本当一時はですね、その KOK から逃げたとかですね言われたんですけども、はい、とんでもない、もう本当に40目前にしてですね、このルールに新しい挑むと、勇者ですよね。本当にそうですね、はい、もうロシア地元では名士になりますボルクハン。この異国の地でリングで名前を挙げていきます、ボルクハンであります。第2試合トーナメントグランドファイナル準々決勝、5分2ラウンド一本勝負を行います。青コーナー191センチ、 102.6キログラム、アントニオ・ロドリゴ・ノゲイラ。赤コーナー190センチ、 107キログラム、リングスロシア、ボルク・ハン。さあ、両国国技館はさらにヒートアップしていきます。まだこれが第2試合であります。ボルクハン対アントニオ・ロドリゴ・ノゲイラ、まあ、スタイル的に対極に位置する2人の対決と言っても過言ではないと思います。ノゲイラは田村を2回戦で下してきましたからね。そうですね、あの人はすごかったですね。さあ、リングスロシア対ブラジルのアントニオ・ロドリゴ・ノゲイラ、どういう気負いが気負い立っています。さあ、試合が沈み込んでいきました。ノゲイラやはりあのハンのパンチを警戒してきましたね。ハンは打撃も訓練を積んでいます。
やはり1、2回戦ともにですね、はい、ハンはパンチ、ハードパンチじゃないですけども、どちらかというとソリッドパンチャー、非常にキレのあるパンチですね、はい、打ってきましたからね。さあブラジルのでっかい大根を引き抜くような感じでぐっとこれから引っこ抜こうという体勢なんですが、もう首決まってるんですか。いや、これは逆に力を入れあまり入れずにですね、ブレイクを待った方がいいですね。さあどうするのか、ご覧のような体勢です。ゆっくりと動きますね。森山さん、この体勢はどういうことが言えますか。そうですね、ノゲイラ選手もこう頭抜いて自分の体勢を持っていきたいということだと思うんですけど、はい、ボルカン選手の方に抑え込まれているという感じですよね。これやはり当然ながら首が挟まってますのでスタミナは消耗していきますよね、ノゲイラの方。そうですね、抜けた。抜けましたね。乗り越えていこうというノゲイラ。今日のウェイン軽量では 4.4 キロボルクハンドが勝っています。身長ではロドリゴ・ノゲイラが1センチ上回っています。この2人が非常に背格好が似ていますので、あまり大きさを感じないんですけども、はい、両選手とも大きな選手ですよ ね、 そうですね、はい、体重も今日近いですね。近いですね、これ5キロ差ですか、はい、でも年齢が大きく違うんですよ、はい、ノゲイラまだ24歳ですからね。これで24ですからね、強そうらしいですよね。マリオ・スペイヒーの下で練習を積んでいます。キックのジムでもどうやら通ってるみたいですね、はい、特にボクシングは、はい、ブラジルのですね、州チャンピオンになっている実力ですからね。ああ、なるほどなるほど、はい、今度はノゲイラが攻め込んでいきます。ブラジリアントップチームというのは本当にそのトップ選手が所属しているジムなんですよね、はい、チームなんですよね。おおおおおお、ブレイクです。これはブレイクです。これは助かりました。ブラジルはですね、本当に柔術クアリズードのですね、はい、トップ選手ばかりが集まって結成したチームなんですね。でまたそのチームでですね、リングスのビデオを見て、はい、KOゲル勝つにはどうしたらいいかというのをみんなで研究したらしそうなんですね。そうなんですか。でそれをもうノゲルが教え込んだと。ボルクハンもボルクハン格闘術というところで、はい、ミーシャと一緒にね、このノゲルについてずいぶん研究したようですからね。そうですね、はい、やはり違うテクニックがあるようですね、体力が違うとね。あ、もうやっぱ術形態が違いますからね、術形態が、まあ、サンボと柔術は、はい、見るのとやっぱり実際戦うのとは大きな違いがありましょう。あ、今抜けたと思ったんですが、この辺の身をかわすうまさ、ノゲイラ展開ピンです。柔らかいですよね、動きがね。やばいですね、早いですよね、それで、はいはい、お足を引きずり出して、いつもハンがですね、リングの中央に持っていくようなそんな展開、ハンがやっていることをやっていますノゲイラ。森山さん、このノゲイラの印象、ここまで見てどういう印象が。そうですね、大きい、結構背丈あるよりの動きがいいですね。あ、そうですよね、柔らかいですよね、ですからやっぱりそれだけに大きさというのを感じさせないんでしょうね。そうですね、結構小回りが効く選手ですね。はいはい、そうですね。ハンがここまでは前回見せたような、いわゆるハンらしい進化させた形を披露することができないでいます。アクション。この試合の勝者が先ほど勝ちを収めました金原選手と戦います。これ熊久保さん、ボルトハンは足を取りに行きます。これ逆にハンのお株を奪うような形ですよね。本当にそうですね、はい、やはり柔術とサンボで、まあ、違いがあるとすれば、うん、まあ、サンボの方がですね、足関節の多いんですね、技術の、はい、逆に柔術の方はやはりポジショニングですね、はい、というのが優れていると。なるほど、ね、腕をロックしてるんじゃないですか、これノゲイラ。アームロックとしてますね。アームロックか柔術ですね。まだ完全に取ることはできないようです。あと柔術の選手は足を、ね、手のように使うとよく熊久保さん表現するじゃないですか、はい、そうですね、まさにノゲイラなんかもうすごい 足の使い手ですよね、はい、ハンがちょっと苦しそうな体勢ですね。ずっとこのポジションを繰り返すことができません。あと30秒です。第1ラウンド、ハンもブラジルアンジュリスとは初遭遇ですからね。あ、やっぱりこのですね、ネチネチとしたグラウンド、これにどこまでスタミナが耐えうるかというのが一つのポイントだと思いますね。毎回のように言われているように、ハンには一つのそのスタミナ的なものがね、はい、40歳という目前ということもありますし、はい、言われています。でも意外と持つんですよね、これが。そうですね、ただこれだけネチネチとしたですね、グラウンドはどうなのかなって感じしますけどね、はい、しかも下になってますからね、ずっと、はいはいはい。森山さん、やっぱりスタミナというのは若さが
若い方がスタミナがあると一般的に言われてますけど、その通りでいいんでしょうかね。そうですね、もうこうハウス選手ももう40ですよね。そうなんですよ、もう苦戦ですね、グランドで下になるとだいぶ答えますね。という第2試合、第1ラウンドが終了しています。ポイントつけられます？そうですね、結構イーブンでしょうかね、うん、微妙なんですけども、ただいいポジションを取ってたという意味では、ノゲイラですね。そうですね、そのポジションの割合はなかったですよね、はい、支配率はね、はい、またハンがこれといって優勢の場面は作れませんでしたからね、はい、糸井さん、ちょっと、はい、じーっと何か乗り出してらっしゃいましたけど、どういう印象ですか、受けました？リングスってほら、ハンと共に歩んできたっていう気持ちがあるから、そうですね、初年度から出てますもんね、ちょっとこうセンチメンタルな気持ち入ってるんですけど、あれ最初の頃は全部ノゲイラが仕掛けて、ハンがそれに返す技を何か一つ攻撃仕掛けてたんですけど、はい、だんだん時間経つにつれてノゲイラだけが攻めてるっていう状態になってきたんで、ちょっと痛いなと思いながら見てるんですけどね。強いね、ノゲイラだけど、ね、ちょっと今糸井さんがその黒い雲を指摘されましたけれども、なんとなくボルカン、おーっとボディブロー、ボディブロー、これも簡単になりましたか、タックルのが有罪なのか、タックルに行ったところボディブロー判断ですが、完全にパンチ警戒してますね、ノゲイラは、はい、ボルカンは前回ハステルをノックアウトしてるんですよね、はい、パスのアウトですね、サイドポジション取れましたね。またいいポジションです、ノゲイラ。ノゲイラにはそして殿下の方と腕十字ありますからね、はい、首にかかってますね、これなんか嫌な柔術、3本にはですね、はい、首の締める技がないんですよ、ですから柔術にあるんですよね。これ森山さん、ノゲイラとしてはどうしたいんですか、これ。あっと危ない、もう一番いい位置からその首を狙ってる、まあ、ないしは腕狙ってると思うんですけど、ハンス選手の足ですね、だいぶ執着して狙ってるんで、この辺りで昔の決めの良さを見せてもらいたいですね。そうですね、ハンはご覧のように相手の足、腕を回しまして、これを離そうとしていません。森山さん、これはこの体勢でいいんですか。そうですね、もうノゲイラ選手もこの状態からスタミナ奪ってっていう状態だと思うんですけど、ノゲイラはね、ハンが遅れて立ち上がりました。またアッパーを狙っておうとしたんですが、その下をかいくぐっていきました。熊本さん、低いタックルですね。そうですね、もう全部同じパターンで触れてますね、タックル、はい、下から、アッパーは当然打ってくるんですが、そのさらに下をかいくぐっていきました。さあ、ハンがいい体勢になりつつあるのか。ハンの得意なその手首の取り合い、つかみになりますが、まだ取れてないようです。まだ取れてないようです。頭をつけながら、やっと首に手を回されました。腕が巻きついてきます。これは大丈夫ですね、はい、いいですよ、ハンはですね、隙があったらどんどんパンチ打ってた方がいいですよ、はい、ノイスノイス、この足が邪魔です邪魔です。おお、相手の懐の中で回転しようというところなんですが、まさかそばになりました。おお、この攻撃体勢なんだ、どちらが攻めてるんだ。ああ、ノゲイラか、ノゲイラか、いや、ノゲイラ、膝ついていきますね、膝ついていきますね、結構いいとこ決まってると思うんですけどね。あ、ちょっとなんかヒールとは違いますね、膝十字ですね、これは厳しいですね、ハンの左のこの左の膝ですよね。もう一回、もう一回ポイントを改めます。ポイント来ました、ポイント来ました、いや、またバックついていきます、しつこい、なんとしつこさ、ノゲイラ肌をぴったりと密着させまして、上半身がまだ吸盤のようです。上に乗りました、あっさりとマウントを獲得しています。サンボの選手にあえて足関節を仕掛けていくっていう、なんかこうノゲイラ飛ばす気なですね、挑発、それが自信なんでしょうけれども、アントニオ・ロドリゴ・ノゲイラ、第1試合から激しい長い試合が続いています。
今チョークへのチェックだったのかもしれません。また頭を持っていきます。ハンはブレイク待ちなのかもしれません。この体勢で果たして和田さんはブレイクをかけますでしょうか。動いています。相手の腹に膝を置きまして、ロールブレイクです。無理しないですね。ここからは24歳16歳の2人に年齢の開きがあります。また同じ展開だ。また同じ展開です。ついていきます。どうか腕を取ったのか。ちょっとワンテンポスだったですね。回転が、ね、ちょっとやっぱり疲れが足を引っ張っているのかもしれませんね。これまた足を取りに行くんですか。ハンが攻めてくるのか。いや違いますね。あ、いやいやいや、ハンも捉えた。足首を捉えた。足首を捉えています。あ、ハン苦しそうですね。これこれはあとコング1、2ラウンド終了しました。判定を行います。しばらくお待ちください。どうでしょう、ノゲイラの攻めていた方が長かったんでしょうか。どういうジャッジでしょうかね。アグレッシブでノゲイラですよね。アグレッシブとテクニカルですね。はい、あるいははたまた3人のジャッジではポイントで決着がつかず延長戦ということも考えられます。まあ、森山さん、本当に感想的なもので結構ですけども、はい、どう見えましたこの試合は。そうですね、野毛選手の方がやっぱり攻めてる、ね、時間が長かったですね。それは最後、あのハン選手腕絡みに行った時、もうちょっと期待したんですけど、ね、ちょっとすっぽ抜けちゃいましたね。時間が長かったというのはこれ少なくとも言えますから ね、 ジャッジ藤原20対18、アントニオ・ロドリゴ・ノゲイラ、2ポイントの差がついています。ジャッジ西20対19、アントニオ・ロドリゴ・ノゲイラ、これで勝利は確定です。ジャッジ10人20対19、アントニオ・ロドリゴ・ノゲイラ3対0でアントニオ・ロドリゴ・ノゲイラ勝ちでございます。ブラジルの猛者アントニオ・ロドリゴ・ノゲイラ、リングスロシアのボルクハンを押し抜けました。セミファイナル進出を決めていますノゲイラであります。やはり3人のジャッジもね、はい、味方を失ったようですね。そうですね、やっぱ世代交代ですねこれもね。糸井さんがちょっとね、はい、センチメンタルになっちゃったっていうのが分かりますね。残念ながらボルクハンはこの時点で敗退、姿を消しました。勝ち上がりましたノゲイラが今度は金原と対戦いたします。スタミナまだまだ十分のノゲイラであります。どんなセミファイナルになりますか。あとクォーターファイナル準々決勝は2試合残っています。さあ TK の登場であります。すごい一日になります。